ご視聴いただきありがとうございます。音谷由美です。今回は、バトルギア3のタイムアタック、車種のランサーエボリューション7 RS。こちらで、土球純走を走ってみようと思います。前回ね、配信した時に、スバル車と三菱車のインプレッションっていうのをやったんだけど、その中でね、この車もすごくなんか乗りやすくって、これもしかしたら結構なんか速いタイム出せるんじゃないかなと思って。で、やってみたの。で、これ多分ね、合計何回走ったかって言ったら10回かそのぐらいかなっていう、感じなんだけど、今までで一番早いタイムが、その10本ぐらいで出せちゃったから、とりあえずいいかなと思って、投稿してみました。これ、早いね、やっぱり。で、ここちょっとミスしちゃったけど、でもね、それでも全然早いタイムが出せるし、前回の86のタイムアタックの時、やっぱりこういう、ちょっとね、緩めのコーナーとかで、ちょっと雑にドリフトしちゃうと、ヒューって、何?減速、失速しちゃうんだけど、ターボがついてるからなのか、そういうところでも失速しないで、失速がすごく少ない、感じだから、かなり楽に走れちゃう。そこをね、ちゃんと最小限の角度でドリフトしたりすれば、もっともっとタイムは縮まると思うんだけど、ご覧の通り、これ、パッドでやってるんだけど、やっぱりパッドだと、ちょっとやっぱり厳しいかなーとかっていうのが、あるかな。アーケードのやつ、アーケードのバトルギア、私は4をやってたんだけど、その時ね、やっぱりね、切りすぎちゃうと、ステアリングを切りすぎちゃうとあんまり良くないよねっていうのが、あって、なるべく、曲がれる最小限の打角で、曲がっていくっていう、こういうところとかね、ちょっと失敗してる感じかな。っていうのは、で、ハンドル、ね、いっぱい切るよりも、なんて言うんだろう。ハンドルの切り角が浅ければ浅いほど、コーナリング中も、減速しないとか、むしろ加速していったりとかっていう感じになるから、そっちの方がいいかなって。ということで、8秒295。3分8秒295っていうタイムが、出せました。多分、どうなんだろう。私の実力でどのくらいまで出せるのかな ?7 秒切れればいいのかな ちょっと、わかんないけどね。でも、最初ね、配信とかでも大体イニシャル D に出てくる車、ばっかり乗ってたから、で、他の S クラスの車って乗ったことがなかったのね。で、乗ってみて、びっくりしちゃったよね。すんごい乗りやすい。わー、乗りやすいなーと思って、もういいタイム出るんじゃないかなーと思って、ゴールしてみたら、びっくりするようなタイムが、すごい簡単に出ちゃったから、あれこれもうちょっとちゃんと、ノーマルレースとかだとね、スタートラインより後
後ろの方からスタートしちゃうから、うん、その分タイム結構損しちゃうし、うん、で敵に邪魔されちゃったりするとどうしてもねタイムが出ないっていうか、うん、そういうのがあるからね、ちょっとタイムアタックをしてみよっかーって、うん、してみたら、思いのほかあっさり今までで一番早いタイムが出ちゃったっていうね。これはびっくり、本当に。うん、すごい早いと思う。他に、どうなんだろうね。収録されてる車でこれより早い車ってあるのかな？86とかもね、確かに早いんだけど、やっぱりちょっと難しいところが。さっき言ったみたいなね、曲がってる最中に失速しちゃうとかっていうところでシビアなところがあったりするけど、うん、やっぱり四駆なのかな。うん、どうなんだろう、 NSX とかもすごい速い車だなーっていうイメージはあるけど、でもあれも四駆じゃないからね。うん、やっぱりなんだろう、四駆にあらずが車にあらずみたいな感じなのかな。いや、確かにね、コーナーの脱出も楽なの。うん、カウンター当てる必要ないし、うん、ゼロカウンターで、うん、ステアリングまっすぐにした状態で、ね、クリアしていけばいいから、変な気を使わなくていいし、で、やっぱり四駆だから立ち上がりも早いしね。うん、すごく楽。うん。もうちょっと、うん、頑張ってみようかな。うん、ちょっと気が向いたらもうちょっとタイムアタック、うん、頑張ってみようと思いますよ。うん、はい、じゃあその感じでリプレイも終了。3分8秒295でした。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。バイバーイ。